はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル最後の波紋を受け継ぐ男の青の指令編ですね、こちらを攻略してみたいと思います。ではですね、パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー奥上ですね、奥助、ハイコン、旅路、シルバーフェイクですね。そして、ポルインですね。見習い、蘇生、怖くないぞをつけてます。続いて、エキスパキラですね、ムーブ、悔しいか、近距離 ATK ブーストですね、タルカスのブーストですね。そして、スタンバイには、ロイチですね、セロハンを入れてます。漫画、喧嘩、愛とつけてます。まあ漫画じゃないですね、セロハンがスタンバイにいればいいということです。そしてフレンドは、キラですねを入れてます。では参ります。一応備忘録として、ご覧ください。キラーね、一応、ハイパーヒール、血管、アイですね。ハイパーヒールがいるということで、ついてるということで選ばしてもらいました。いきます。だいたい真ん中らへんでいきましょう。さあ、そしていっぱいばらまかれてますね。まあちょうどいいところにいるんで、やっていきましょう。さあ今度は、アイテム破壊しながらと思ったんですが、ちょっと距離が足りないのではい、これで倒していきます。1ラウンドクリア。そして第2ラウンドですね。一応ちょっと怖いのでハイパーヒールで体力を回復させておきます。さあ今度はキラーで爆弾です。さあ増援が降ってきました。さあ行きましょう。SP キラーのおかげでね、かなり、攻撃力がリーダースキルで攻撃力が上がっています。さあ今度はちょっと即スマするようにしてですね、範囲に入らないように一応はしておきましょう。はい、第2ラウンドクリア。続いて第3ラウンドですね。さあ行きましょう。ちょっと端っこにいてちょっと行ってしまいましたね。さあそれでは川尻ですね、エキスパキラーでいきますが、ちょっと避けておこうと思ったら早かった。そういえばムーブつけてましたね。ムーブのおかげでこんなになってしまいます。さあ蘇生が効いてまあいいでしょう。さあ続けていきましょう。カエルを真ん中に集めて、さあ続いてもカエル EX エキスパキラで倒していきます。ダメージは当然1位、ヒット数がね少ないですからね。さあ今度はボルインで真ん中に集めておきます。全部かばってアブドゥルがさよなら。ここはもうやっておきます。スマッシュで終わらせておいて、大体真ん中になるところで置いてですね、爆弾を仕掛けます。まだ私のキラでは火力が足りなかった。エキスパキラまだちょっと弱いという感じですかね。さあ今度は光一くんが走ろうとしますが、光一くんは見習いでストップですね。さあこれでゲージが回復。はい、行きましょう。エキスパキラーで倒します。ゲージも没収されず。さあ続いてはですね、3ゲージになるようにちょっと動いていきましょう。ギリギリですね。ギリギリでした。さあこれで動かないので、あっとくやってしまいました。やってしまいました。やってしまった。でもシルフェのおかげで避けてくれるのでだいぶ大丈夫です。さあ行きましょう。どうなる、火力は十分か。十分ですね。いやー、シルバーフェイクのおかげでなんとかクリアです。ありがとうございました。はい、無事ですねクリアすることができました。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またですねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。